至極の一曲どちらでしょうか。そうですね、トンラスかな、うん、まあ、結構ぐちゃぐちゃなところからダブトンポンして、うん、イーシャンテの形がね、うん、まあ、ソード679とマンズ1234発っていう選択から、うん、急走が2人に現物で、うん、発がね、伊達さんが切ってる1枚切れの牌だったんですよ、うん、でほとんどの人がね多分急走を切ると思うんですけど、うんうん、発を切って、はい、そしたら伊達さんからリーチが唯一6急走が現物、急走が現物じゃない、うん、伊達さんからリーチが入って、うん、ごめんなさいごめんなさいと、うん、はい、もう心の中でめちゃくちゃ謝ってたんですけど、ローソーを引いてカンパス走でテンパって、まあ、パス走はねもともと馬強がね早い順目でもうすでに良かったんで、うん、はい、まあ、もう押してやろうと、うんうん、ちょっとトップ目で偶形だったんで微妙だったんですけど、うん、どうせね現物1枚とかしかなかったんで、うんうん、行こうと思ってたら結構あっさりね、うん、あれが上がれたのが一番大きかったかなと思います、うん、堀選手はテンパイ系になることももともとプランに入っていたんですか。まあ、そうですね、もちろん、まあ、ただ初と別にローソーって枚数そんなに変わらないんで、うん、はい、まあ、全然、はい、まあ、ただ急走が1枚あって、うん、ちょっとだけテンパイチャンスはねもちろんあっちの方が広いんですけど、うん、まあ、普通はね初の安全、まあ、ただ、うん、急走が2人に現物だったんで、うん、はい、そうしたら、うん、失敗したと思ったら、うん、結果すごいうまくいったっていうやっぱり麻雀やめられないなと、はい、いやでもこの曲解説の河野さんがもうお見事だと、これはもう堀選手のうまさが光った曲だと。いや、たまたまですよ。たまたまなんですか。結果がね、どうなるか分かんない。あれ一発でね、急走で放銃っていうことも全然あるわけで、はい、まあ、今回はそこがうまくいったトン4曲が最高の一曲だったと、はい、やっぱり麻雀結果で喜ぶべきだと僕は思ってるので、はい、うん、まあ、結果ももちろん大事ですもんね、はい、しかも2人が欲しいロマンが皮肉にも裏表示牌にもう1枚いたというね。本当ですね。そしてその1枚によって堀の手がさらに高くなった。さあトンの4曲トップ目に立ちました。桜ナイツ堀の親番です。ドラはウーマン、うん、ラブトンがあるのでかなり仕掛けやすい手。そうですね、メンツはありませんが、あ、ラブトンのみにはしたくなかったんですけど、ドラのウーマンを引き入れられるんでシャーからいった感じですね。お、いいんじゃないですか。伊達の手がすごい。これは圧倒的にいいんじゃないですか。他の人はどうだ。勝又はピンズ一メンツ悪くはないですが、やはり伊達の手が光ってますね。そして太郎はチュンと一通ドラなし、かなりバラバラです。ただこのバラバラを仕上げるのは天下一品ですからね。太郎さんは高い手に仕上げますね、こういう手は。だったりをトイトイだったりは見ていきそうですね。さあ現在4番手 MVP を狙って登板してきました伊達。この曲はチャンスかもしれない。勝又もにゃんシャンテン上がりの形見えてきました。まあ、やるならマンズの方にするのがドラ色なんで残しやすいんで今を残したっていう感じですね、うんうん。ポンだ。これはポンですかね。1枚目からポンしていきますダブトン。ただ残った形はまだまだ厳しい。伊達はスピードでいきたい、ね、ただダブトンは泣かれた側が怖いんですよ。そうですよね。赤もドラもこれ7枚赤とドラが入ってるね、あの M リーグルールはそうなってるので、1枚でもあったら5800、はい、2枚あったら1万2000っていう風になるので、ダブトンやっぱ脅威なんですよね。とりあえずこれを泣いて注目引きつけておくと。しかし屈しないのがここじゃないですか。しかも中国から行きましたね。これ伊達さんに対して速度を感じてるだと思います。うんうん、トンを先に切ってきた。はい、リャンマン、ね、切った後に赤いところすべてつもぎりしてるんで、まあ、打牌のかなり整ってるんじゃないかっていう判断で、伊達さんに通ってる初だけは残していこうっていう判断ですね、うん。実際に伊達は超勝負手のイーシャンテンです。超勝負手、これでパーマンチーしてもリアムソチーしても満貫ですね。あ、単野をドラドラ赤で OK ですね。いやー、これは勝負手入った、うん。ここまで我慢の展開だった伊達、この曲は仕上げに行きたい。ただ堀がこれでイーシャンテン、どこも嫌いないんでここでリリースですね。はい、
このタイミングで伊達が転敗、リーチピンクドラ赤ヤンウーソー待ちです。今リャンゾー立て続けに切られたんですが、山に4枚ですね。2枚ずつ枚、はい、あ赤ウーソーもここに来たか。じゃあウーソー1枚になりましたね。ですね。でリャンゾーが2枚いるんで3枚、打点十分、はい、この形にしたならこのねローソー引きで転敗取れるんで、はい、この急走の星が押しと引きのバランスお見事ですね、うん、それでカンパーソー待ちの転敗取りました堀です。パーソーは太郎に1枚、三山枚数一緒でもパーピンもしていく。パーソーだ。伊達苦しい。氷が上がりきった。ダブトン2900点です。いやこれすごいです。やっぱ急走のねそのチューンのションパイ切ってからの、うん、急走残してのこのローソビキでのカンパスを取ったっていう堀さんのうまさが光りましたね。これはいやこれスッスッと堀選手切っていくからなんかねもううっかりすると見逃しちゃいそうなんですけども、これ簡単に上がれる手じゃないですよね。こっちも拾うの大変なんですから堀さん。本当に堀さんありがとうございます。全員そうなんですけど本当にそれをさっさとやれるのもすごかったですね今のは。いや素晴らしい上がりきりで堀連チャンです。